ご機嫌いかがですか？心理考察担当のキメちゃんです。メタ考察担当のニトちゃんだよ。前回はキースとクライドが殺し合いをしていましたね。結局、クライドに軍配が上がったわけだけど、クライドのことだけが問題じゃなかったよね。理科室に現れた首吊り幽霊とキースに好意を寄せているロッテのことですね。これを全部解決できるかな？重要なのは図書室での選択です。おそらく、あそこさえ乗り切れれば。まず、ここはロッテと一緒にいましょう。キース。私はロッテと一緒に待ってるわ。ああ、わかった。いまいましいくらいどめ。萌え、二人っきりだから言うけど。聞きたいことがあるの。キースが好きなの？ここはどうします？前作は公約キャラを好きじゃないと生き残れなかった。今作もそうだと思うから、はいを選ぼう。ふふ、想定はしていたけど。知ってる？私もキースが好きなの。だから、あなたに彼を奪わせない。あぐ。あなたとキースが二人っきりでいるところを見て動揺した。キースは私のものよ。この機会を利用して。私はこの素晴らしい夜にあなたの人生に終止符を打つ、ふふ。運が良かったわ、理科室にいい武器があったの。正直に言うと、簡単じゃなかった。もう少しで捕まりそうになったわ。理科室にいる時にあなたの足音が聞こえてきたの。そこで、バカバカしい呪いの噂を利用した。私は首を吊ったふりをしたの。ひひ、面白いでしょ？私を見た時のあなた、本当に怖がっていたわね。唯一わからないことは、なんであそこにロープがあったのかってことだけど。でも、そんなのどうでもいいわね。あなたの旅路が楽しいものになることを願ってるわ。ひひ。その間、私はキーシーの腕の中にいるのを。エンディングに、解剖されたカエル。ロッテそういうキャラか。となると、うかつな言動はできませんね。気持ちは本人にだけ伝えよう。いいえ、好きじゃないわ。それで、あなたは好きなの？うっふ、よかった。あなたが彼を好きだと思ってた。私はキーシーのことが大好きなの。子供の頃から彼が好きで、いつも同じ学校に通っていたの。これって運命よね、ひひ。萌えはロッテの上着のポケットにメスが入っていることに気づいた。メスを盗む選択肢がありますね。この選択肢があるということは、まさか。あ、ね、ねえ、萌え、な、何をしてるの？そのメスを下ろして。いや、近寄らないで。いやあ。萌えはロッテの遺体を本の間に隠した。数日後、彼女の遺体が発見された。時が経ち、その図書室には都市伝説が生まれてしまった。深夜に図書室の前を通ると幽霊が現れ、本の間に埋もれて死んでしまうと言われている。エンディング3、都市伝説。衝動的に選んじゃったけど、やっぱりこうなったか。この作品に出てくる登場人物は殺人に躊躇がないですね。とりあえずは行動しないでおこう。ふう、クライドがどこにもいない。あら。彼はどこに行ったの？ところでロッテ。同級生が来てって言ってたぞ。うぐ、残念ね。またねー。クライドのやつめ。キースの靴に血の跡がついていることに気づいた。戦いはキースが勝ったみたいだね。以前は萌えがいたから不意をつかれた感じになって負けたのでしょうか。かもね、そしてプロポーズがとうとう来たよ。これはもう迷う必要がありませんね。聞いて、私。私。キースを愛してるの。な、何を言ってるんだ？私はあなたを愛してる、だから気にしない。あなたが人を殺しても。俺は。それなら。ここから先はそういうシーンなのでカットします。そういえば、前作でもキースにそういうシーンがあったね。このままエンディングなのですが、この後のことを考えると気が重いですね。ロッテと対決しないといけないもんね。どの道修羅場は避けられない。エンディング後、
激しい愛。それでは、結婚のことを指摘した場合の展開も見てみましょう。いつも俺から何かが逃げていく。俺が怖いか？なんの？誰の血なの？はは。クライドのだよ。人殺し。え？血。お前があの気持ち悪い奴を好きなのは知ってた。だからこそ俺はあいつを殺した。あいつがトイレに行った時に、やった。あいつの死体があるから、見てもらいたいんだ。証拠は何も残したくない。だから、愛する萌え、お前は死ななくちゃならない。いや。いやあ。ち、もったいない。アドレナリンが出て面白くはあったが。エンディング4、証拠隠滅。これでキースルートのエンディングは全部見たね。想像を絶する修羅場でした。結局、理科室にロープがあったのは何だったんだろう？別のルートで理由が判明するか、あるいは、噂が本当だったのかもしれません。なるほど、ロープが出現する地味な怪奇現象だったってことか。確定はしていませんけどね。これだとちょっと短いからクライドルートを少し遊ぼうか。クライドと一緒に行くわ。わかった。それなら俺と萌えは3階に行って、キースは2階に、グロは1階に行こう。調査が終わったら、1階で会おうぜ。わかったよ。まあ、わかった。そういえば、さっき MP3 を取りにクラスに行ったんだ。授業中に忘れちまったんだが、取りに行ったらケーブルとバッテリーがなくなってた。どうやら誰かに盗まれたらしい。さっき盗まれたから、犯人は中にいる誰かかもな。調べたいんだ。俺を助けてくれるか？二手に分かれよう。また後でな。つまり、音楽再生機器のケーブルとバッテリーが盗まれたから探してほしいってことだよね。本体は盗まれず付属品だけ盗むのは妙ですね。一通り三回は調べたけどそれらしきものは。誰？あたりに血痕がありますね。とりあえず話しかけてみよう。あ。よかった。違った。助けて。血が出てて。ガーゼが必要なんだ。僕のところに持ってきてくれる？でも、僕がここにいることは誰にも言わないで。お願い。ここまでのご視聴ありがとうございます。あの人影が何に怯えているか気になる人は高評価とチャンネル登録をよろしくね。それでは、また会いましょう。